はい、皆さんこんにちは。リムワールド続きをやっていきたいと思います。今は冬の11日目ですね。15日を過ぎると春になるので、そこまではね、頑張っていきたいですね。なんとか生き残りたい。外気温-31、極寒です。おいしょ。なぜかこのウサギだけはここに置いてあったね。あれ、他のウサギはどうしたんだろうか。ね、何体か倒したよね。ちゃんと持ってったのかな。グレンさんがやばいね。うん。あんまり外出なくていいんじゃないかな、グレンさんは。よしよし。死んだ人の服なんかほんといらないね。うん。どこ行くんだろうか。グレンさん、このまま行くとやばくない？そう思うよ。ねえ。大丈夫かな？うん。休憩しな。フリッツは寝てんだよね。フリッツさんはここで寝ていると。フリッツさんどんな感じ？とっても嫌な環境だね、ここは。よいしょ。罠がね、完全に作り終わったら、あれだね。ちょっと大理石に変えたいね。これ悪かったね。地べたと一緒だ、これ。さあさあ。幸い温度はちょうどいいと言ったところでしょうか。今12日目突入。白熊がいるね。他には、おっと、またもや、なんかすごいメガロスでかいね。取りに行きたい。誰？グレンだよね。これちょいちょい振られてるのがいけないんじゃないの？ちょいちょい。ん？北極熊か。よいしょ、頑張れ。ちょっと遠いけど。なんなんだろうね。なんで死体がここに。あった。火事？え、どうしたん？ちょっと待って。どうしたの？何が起きたの？あ、消して消して。炎上してる。大丈夫？ちょっと待って。よし。ちょっと待って。大丈夫か？あのさ、消火活動してよ。あ、2X はできないのか。頑張れ。これはやばいぞ。多分これ、なんか配線が、変なことになったんだろうね。ジュリオ、頑張れ。グレン、どこにいるの？ローズ。もう取ってきてくれ。頑張れ頑張れ。なんか配線がショートしたんだね。どっかわかんないけど。よしよし。ちょっと助けてくれ。そうそう。みんな頑張れ。ちょっと大丈夫かな、もう。ちょっと。待って。え？一難去って一難、また一難ですね。来てる。来ないでほしい。下ろしちゃえ。
よいしょ。来ちゃう来ちゃう来ちゃう。よし。ローズ、ギリギリ。ちょっと机も欲しいし、テーブル欲しいし、これね。うん。ローズとジュリオだよね。ジュリオが傷ついていてベッドにすると。ローズもベッドにしとくと。危なかった。これ、凶暴なんだ。ってことは、メガロス、こいつにやられた可能性大だね。そうだよね。で、ローズさん、ちょっと、休んで。大丈夫？引っかかれてるよ。ジュリオさんだよね。やけど。大丈夫かな？よいしょ。大丈夫かな。これはスチールが必要だ。いろんなものが必要だね。あと食事はもう結構あるね。よいしょ。このメガロスはお肉すごそうだ。すごいお肉いっぱい取れそう。あれ？そうでもない？よいしょ。267。お、すごいよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、すごい、すごい、すごい。ぼんやりしてる。休みな。で、フリッツさんたちの、もうそろそろ、料理は、まだかな。まだだね。いい感じにレベルアップしてんじゃないのと思ったけど。クマは凶暴なんだね、やっぱり。うん。何をやってんだ？あ。配線は結局大丈夫だったのかな？一気にね、ちょっと怖いのはね、一気に、これ、あれされちゃったんだけど。こんなになっちゃったらさ、一生懸命貯めてたのが意味ないよね。ここで止めてたと思ったんだけどな。嫌だな。漏電怖い。漏電対策は必要かもしれないね。おお。よいしょ。これさ、すごい、頑張ってんのに、発動率 80%。グレン追っかけに行ったぞ。大丈夫かな？グレン武器持ってる。グレンの方が早いんだよな。ちょっとやっつけてみようか。誰だっけ？あの、うわぁ。ニックスも行ってみるか。よし。ちょっと逃げるか。ね。こう逃げて、こう行って、こう。こうか。こう行って、ここまで走ってって、やっつけるか。あっと！なになになに？すっごいやめてほしいんだけど、よいしょ。こっちこっち。おっと、なんか来た。やばいやばい。血に飢えた奴らが。
死に植えた奴らが。逃げて。ちょっと逃げて。よっしゃ。よし。よし。うん。なんとかね。食らっちゃったよ。リボルバー食らっちゃった。痛いよ、本当に。ちょっとこれ、持ってって。うん。スティール足りないしね。フリッツは、これやってるし。フリッツは、勝利やめよう。ちょっと採掘とか頑張ってほしい。ね。あとこういうの。ジュリオは？大丈夫そうだね。うん。よいしょ。もうお肉はいっぱいあるよ。お肉は自信あるよ。これ作って。みんな地面で食べることになっちゃうから。ね。あった、そうだ。感知したりとか。で、お医者さんとしては誰だっけ？お医者さんとしては、一流なのが、ローズ。いや、フリッツだね。フリッツ看護師だ。よいしょ。よいしょ。ローズさんも完治か。ね。ローズ。よしよし。ん、これどっから持ってきたの？わあ、でも薬草が結構幸いいっぱい。よいしょ。うん。ジュリーは今何もできないね、そうすると。さあ、どうする？建築だよね。掘るのもできる？掘るのもやってほしいね。だから寒いだろうね。これはこれで。早めにスチールをゲットしな。おっと、ジュリオ。そこ寝ちゃダメ。よいしょ。ね。よいしょ。ローズがストレスっぽいね。今、外はマイナスだね。深夜の1時？今何時？ん？深夜の1時だね。ちょっとまずいな。電力がない。怖いぞ、これは。電力がなくなる。しょうがないか、一日ぐらい。でも、ここら辺のものがすべてダメになるぞ。ね。その前に、狩る？そんぐらいしかできないよね。狩ろう。うん。よいしょ。フリッツさん。買ってきてくれ。多分。ダメになる。電力がない。これはね、電力こんだけ貯めたのにって感じだよね。ほんと残念だね。ノヒール、ノヒール。取って、取って、取って。二つか、これ取れても。地味に大変だね。おいしょっと。おいしょっと。うん。
こういう感じかな。よいしょ。で、みんな寝たと。うん。精神リスクがあるね。これ取ってきて。てか、休みな？感知するまで休む。やばい。やばい。やばいよ。大変なことをやってしまった。もう、自分たちもハマることを学習したね、今。自分たちも罠にはまるんだ。しまった。相当怪我したよ。はい、今回はね、ここまでにしたいと思います。いやー、罠作って初めてハマりましたね。まあ、逆に言うとなんか、手痛い検証になりましたね。できるんだな。続きが見たいという方いらっしゃったら、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。それでね、チャンネル登録も、していただけると助かります。それでは。